ユニオン駅は、アメリカ合衆国入りのイ異州シカゴにある鉄道駅で、今日、シカゴを発着する長距離列車はすべてこの駅を発着する。ダウンタウンのシカゴ側西側に位置し、その広さは全体で約9.5外区に及ぶが、メインビルディングを除く、そのほとんどは道路及び高層ビルの地下にある。アムトラック市会社のシカゴユニオンステーションカンパニー社が所有。 初代駅舎二代目駅舎手前の建物が、コンコース1924年コンコース内部1969年に解体されたシカゴに、初めて鉄道が敷かれたのは1848年のことであったが、ほどなく、シカゴは米国で最も重要な鉄道の連結点となった。ところが、有力な鉄道会社がそれぞれターミナル駅を建設した結果、 シカゴを通り抜ける乗客は極めて不便な乗り換えを強いられることになり、そのような状況を改善することが課題となった。1874年鉄道事業者5社、シカゴアルトン鉄道及びミルウォーキー鉄道によるユニオン駅建設合意書が締結、建設開始。1881年完成。もっとも蒸気鉄道事業者の内ミシガンセントラル鉄道は、 すでに合意から離脱し、開業当初のユニオン駅は利用しなかった。また、ボルチモアンド・ハイオ鉄道、イリノイ・セントラル鉄道、ノースウェスタン鉄道、ロック・アイランド鉄道、サンタフェ鉄道、ウォーバッシュ鉄道などの有力鉄道会社も別の駅を利用していたため、乗客の利便性向上は限定的だった。1913年、 シカゴユニオンステーションカンパニー社が設立され、駅の拡張と駅舎の建て替え工事が開始。第一次世界大戦、労働力不足及びストライキの影響で工事進行が中断した。1925年建て替え工事が完了し、同年5月16日より、供用開始。第二次世界大戦中は、 一日あたり300本もの列車と10万人の乗降客が利用するユニオン駅にとって最も繁忙な時期であった。1968年ペンセントラル鉄道の成立に伴いニューヨークセントラル鉄道の列車がユニオン駅から発着するようになる。1969年利用客の著しい減少に伴いコンコースの上屋が取り壊され後に 高層ビルが建てられた。メインビルディングも取り壊す意向があったが、利便性のためにこれは回避された。1971年、アムトラックの成立とともに、シカゴ発着の長距離列車の大部分が、ユニオン駅を発着するようになる1992年、建築会社、ルシアン・ラグランジュア・アソシエーツによる改修が行われた。現在、ユニオン駅は、 アムトラックのシカゴ発着路線全員線と、州内鉄道であるメトラの内六路線のターミナルとして使用されている。2007年の1日平均利用客数は約5万4千人。北プラットフォームグレートホール、グレートホール。待合室として利用されている。プラットフォームはシカゴ側と平行に南北に配置されている。 中央部のコンコースで線路が分断されていて、東端式の駅が向かい合わせになったような構造になっている。このため列車の運行は北駅と南駅に分かれている。プラットフォームとコンコースはすべて地下にあり、同一フロアにあるため、乗り換えの際に階段等を使う必要がない。北プラットフォームは、アムトラックの早ワーサ線、メトラの MDN 線、MDW 線、 NCS 線が使用し、それ以外の路線は南プラットフォームに乗り入れている。コンコース中2階にはフードコートや各種売店がある。フードコートは毎日午前5時半から深夜12時まで営業。1925年春工のコンコースの上屋は、新古典主義の建造物として高い歴史的価値を持っていたが、鉄道旅客輸送の衰退により取り壊された。 現在は、高層オフィスビルが建っている。プラットフォームコンコースの所在エリアから1ブロック西にしに、所在。駅舎は、アメリカンルネッサンス時代を象徴する、ボザール様式による、伝統的建築技法と現代的な技術工学、動線パターン及び都市計画を融合させている。大待会室、グレートホールメインビルディング内。華やかなボザール様式建築の、 グレートホール、グレートホールは、木製ベンチの並ぶ、天井高34メートルの大待合室であり、そのボールと構造の天窓、醸造、乗り継ぎ用ロビー、階段及びバルコニーからなるスペースは、米国の屋内公共空間の傑作の一つとされている。貸し切りにも応じており、300から3零零零人収容のイベント開催が可能である。映画、 アンタッチャブルの有名なシーンの撮影で使用された大階段はグレートホールの東側入り口内にある。他にグレートホールが使用された映画にはベストフレンズウェディング、チェーンリアクションなどが、またテレビドラマには ER 緊急救命室、アーリーエディションなどがある。ユニオン駅発着路線の路線図。アムトラックはオレンジ色、メトラは緑色で示されている。 灰色は、アムトラックの急路線。アムトラックの主要ターミナル駅であり、以下の路線が発着する。シカゴダウンタウンとイリノイ州郊外とを結ぶ、メトラのうち、下記6路線のターミナル駅である。ユニオニ駅は、米国多州の主要ターミナル駅と異なり、地下鉄への直接の接続がない。シカゴ交通局のシカゴエルの駅は、いずれもユニオニ駅から1ブロック以上離れているため、 バスタクシーへの乗り換えと比べると若干不便である。ファサード2011年前10カ所。下バス下トランジットカードや乗り放題パスの自動券売機がコンコースのメトラ窓口のエリアに置かれているので、下バス仕様の前に購入しておくと便利。なお、下バスのルート、停留所は道路状況等に応じて頻繁に移動するので注意が必要である。 下シカゴエルメガバス長距離バス。メインエントランスから1ブロック南に発着所がある。ありがとうございます。